伊達忠宗は、江戸時代前期の大名。道の区国仙台藩の第二代藩主。伊達氏の第十八代当主。下には十四位下。左小野江県少将、六つ守。仙台藩の地位と基盤がために努めて、大いに功績を残したため、主政の名君と評された。伊達正宗の次男として、大阪城下で誕生。母は、田村清明の娘、愛喜。 伊予国和島藩書大藩主、伊達秀宗は、イボニー。慶長12年、この年誕生した、徳川家康の御女、一姫との婚約が成立したが、一姫は3年後に養成したため、代わりに、池田照正の娘、振姫が、徳川秀忠の幼女として嫁いだ。慶長16年、将軍秀忠から、松平の名字を与えられる。所長詩であった兄の秀宗は、 慶長19年の大阪冬の陣に父と共に参陣し、戦後に大御所、徳川家康から伊予宇和島十万国を与えられて別家を起こしたため、忠宗が伊達宗家の後継者と定められた。寛永13年5月、父、正宗の死去に伴い家督を相続する。忠宗は同年8月に藩主としての初入部を果たすと、直ちに藩政の執行体制を決定した。 まず、多藩の過労にあたる武行職6人のうち田宗胸より、中島伊勢、モニは吉綱、奥山常義の4人は留任させ、津田影康、遠藤玄心に変えて、津田より康、古内重弘を新たに加えた。さらに、それまで担任制で武行を指導、監督する立場にあった、表情役を複数人制に、改めて武行の補助機関へと役職内容を変更し、 津田景康、遠藤玄信、片倉主月古内義重、時田天根女の5名を任命した。このほか、観察を担当する目付役7名を任命し、翌年には家中における死生売を禁止するなどの条項を含むハットを制定して、藩内の統制を強化した。財政面では、官営17年から同20年にかけて、官営総検知を実施する。 それまで、仙台藩では一単イコール360歩で、計算していたものを全国標準の一単イコール300歩に、合わせ、神高性の換算基準を一貫イコール10国で、固定して事実上国高性と同様にし、さらに検知の結果を受けて、過診団の治療地の大規模な再編を行った。また、領内の余剰米を藩が買い上げ、江戸に運んで売り裁く海米制を実施する。 ただの代における、海米製は制は、非怯生活代金先払いであったため、農民にとっても有益であり、海米白金は、米組金と呼ばれ、さらなる新殿開発を促す原動力となった。漢永16年には、成長として使用するため仙台城に二の丸を造園したほか、自社建築も幅広く行い、漢永14年に、正宗を祀るため随宝殿。 随宝寺を建立、寛永十七年に白山神社の社殿を建てた。寛永二十年に万福寺を創建、慶安二年に火災で焼失した高架寺を再建、翌慶安三年には阿多ご神社を建立、上皇三年には東照宮を六年かけて寛城、遷宮した。上皇四年に仙台東照宮の祭礼で行われた。 仙台祭りは、現在の仙台、青葉祭りのもとになった。万寿元年7月12日死去、去年60、古内茂弘らが巡視した。着男、高僧が、昇法2年に創生していたため、家督は、六尾の綱宗が相続した。三男の田村宗長は母、愛希の遺言で、田村家を再興、第四代藩主、綱村の代に、岩沼藩を分治され、 大名となった、日付イコール旧歴、ありがとうございます。